ませんってならぬよう残すな悔いだけ、マスクが隠した悪魔の素顔な、お前ありただろう。結果カラーズは結果的に小銭と合体しました、はい、ああじゃあ結果下についたというよりは、はい、コズミックエンジェルズとカラーズの連合軍。なるほどなるほど。そしてね、最近のね、やっぱ一番の大きかったのっていうのは、中野タムさんって本当にすごいいいレストランなんですよ、はい、でまあジュリアさんとやって、はい、もうこの宇宙一かわいいプロレスラーっていうぐらいアイドルレスラーだったのが、はい、もうジュリアというそのハード系とバチバチにやって、はい、それでも顔を腫らしながら最後勝ったっていう、はい、いう人なんですね、はい、その方がやっぱ久しくなんかこうあんまり盛り上がる相手がいなかったんですが、はい、このね夏っぽいっていうね、あ前も名前は言ってましたね、夏っぽいってもうこうやって夏っぽいこと夏っぽいですっていう人なんですよ。ちょっと説明不足それだけでちょっと分かる、今ので分かった、説明不足だと思います。自己紹介が、はい、どうも夏っぽいこと夏っぽいですって言うんですよ。 NSC 出たってもらうんですよ。 NSC 出てすぐもだからキャラクター的には妖精、あ不思議ちゃん、不思議ちゃんって、いやプロレスはもうめちゃめちゃうまいんですよ。あそうなんですね、はい、で元さっき言ったアクトレスガールズっていう団体の出身なんですが、はいはい、そこのエースですか、はい、夏っぽい最初エース、このこれはもともと牧夏美って名前で、その下にいたのが中野さんと、あそうやったんですね、はい、ちょっと格上やったんですね。格上です、格上です。え、いつから夏っぽいになったんですか。その時は普通にやったわけでしょ、牧夏美ちゃん。でもその頃からこうでしたよ、やっぱどこで自信を持ったんですか、ね、夏っぽい、これ絶対的に。いや、でもめっちゃ人気あるし可愛いんでしょ。あ、まあまあそうか。あ、でもジュリアの下なの、はい、まあ、割となんかジュリアのとこってさっきも言ってんね、このほらこういう人とか、まあ、このマイカっていうのももうあの格闘、あのもともと高道の子の下でやってた人、ね、はい、で割とほらガチガチのかこうやってやるぞっていう人の中に一人だけこうなんかロープのところに座って感じでバイバイってやってるからすごいハートめっちゃ強いですね。一人だけ異色じゃないですか、空気感が。まあ、ただこのハイスピードっていう、この安住さんという選手が持ってますハイスピード選手権っていって、とにかくもうノンストップで戦い合う、このハイスピード選手権っていうのがめちゃくちゃ面白いですね、はいはいはい、あのもうたっぷり間を空けて試合することはなく、とにかく止まらないっていう、はい、そのハイスピード選手権のチャンピオンが安住さんなんですけど、そっちのもう試合を担当する感じですよ、もう早い早い、あそんな運動量があって動けてみたいな、はい、身体能力もすごい高いです、はい、それで急に夏ボーイさんがそれなんか最近の中野ともそれ見て、タムちゃん最近あれじゃないみたいな、なんかどうしたの、元気ないけどやめんの、引退すんのみたいなことを言ってきたと。おしたらそこで中野ともさんは夏ぽいに、はい、うるせえなお前こそ引退すんのかって言っちゃったんですよ。なんかしない、なんかそれでちょっと刺さったらしいです、はい、引退をするってなんかもしかしたら考えてたのかな、わかんないですけど、お互いだから行き詰まってたんじゃないですか、自分自身のお互いが。でもなんかやっぱ昔から知ってる者同士だし、心はなんか通じ合ってる感じがあったんでしょうね、うん、だからお前やめんのか、うるせえなお前こそ引退すんのかとか言って、なんか三番勝負っていうもうガチガチのなんか試合があったんです、スマッチ、金網でスマッチでやって、もう本当にもう昔からの因縁なので、はい、徹底的に喧嘩やるって言って、まあタムちゃんが勝ったのかな、はいはいはい、でまたすぐ2日後ぐらいにまた2戦目、はい、またシングルマッチ組まれて、はい、今度は夏っぽいが勝ったのかな、はい、でだから全体1戦で、はい、だからどうなるかということで3戦目がユニット同士の戦いになったんだっけな、はい、でやり合って、はい、だから最後の決戦はユニットどっちのユニットの方が強いんだという、このいわゆるどんなデルモンド対コズミックエンジェルってなったら、はい、リング際でジュリアの顔面を夏っぽいがバーンって蹴って、えチームメイトやのに、はい、裏切って夏っぽいはコズミックエンジェルに入りました。え蹴られたんですかジュリア、はい、えもうそら夏っぽいはこっちに移籍しますっていうことになって、私はタムちゃんとやっていきたいって言ってこっちに入りまして、はい、でももう行きますってなって、ジュリアとかもちょっと待てよと、うん、ほんとここら辺が結構リアリティに好きだったんですけど、うん、この間さ今後のどんなデルモンドどうしていくって話し合ったばっかりじゃねえのかみたいな、おーおーでその会議にも参加してんですよね、あ、うん、ねみみみみお前それで行くみたいな、はい、で夏っぽいはもう、ま、涙だらだら流しながらこっちに行くことになってるんです。だからマイカとかからすれば
え、なんで自分で決めてそっち行くって、なんで自分で泣いてんの、あ確かに確かに、もうバカじゃねえよみたいな感じでも怒って、うん、もう帰って行っちゃうんですけど、うん、もう手黒なんてもうただもうなんか泣いてって言ってどっか行くだけみたいな、うん、リアリティがある、そうそうそう、そこに本当に多分なんか寝耳水だったのか、なんかお前よとかじゃなくて、じゃなくてなんかもうお前絶対なんか報復してやるぞっていう感じというよりはなんか、はい、でなんかっていう感じで帰ってくる。でもう泣きながら、はい、でやっぱそこが夏っぽいらしいというか、はい、今までのプロレスだと知ったくっちゃねえやら潰してやるぞだけど、はいはい、やっぱ夏っぽいは、はい、そういうなんか根がそういう子だから、はいはい、だからこっちに対する情もあるんですよ、うんうんうん、もちろんね、申し訳ないもあるし、うん、でなもう本当にもう本当どうしようどうしようって悩んだ結果だったと思うんですけど、だから泣きながら、はい、こっちでやっぱそのよく私の心の内を、あーはーはー、お前引退でもすんのか、私は引退しないし夏っぽいも引退させないって言ったこの一言が刺さって、うん、なんで分かってんのこの人ということで、はいはい、もう昔からまあ言ってみれば同じ団体でやってたこの中野タモと夏子が正式にタッグを組んで、うん、いいじゃないですか、でもとにかく小銭革命を起こすと、はいはい、なんかこれはまだ明かされてないんですけど小銭の革、はい、プロレスに革命を起こすんですって、天竜革命とか長州革命みたいなもんで、え何かとんでもない革命を考えてるらしいんです、なかなかすごいのぶち上げましたね天竜とか長州はこれは革命起こすのだろって言ってたのが、はい、ぽいぽいって言いながら革命を起こすから起こせるある意味起こせるちょっと新しい革命ですけどもね、違う切り口の革命が、はい、で近々分かるわけですね、その革命なんか起こすらしく、しかも、もうこれホットな話題ですけども、夏ぽいと中野タムちゃんはもうタッグタイトルを取りました、あこの2人から、はいはいはい、あ、小熊さんと取りました、はいはい、あこの夏ぽいと中野タムだからもう2人で革命を起こそうみたいなことをもうリングで言ってましたから、何か起きるかもしれない、へえ、じゃあもうだいぶ減りましたね、そうなんですよ、あれだけなんかまさに福田が思わずめっちゃ多いじゃないですかどんなデルモンドって言ってたのがもうこんなになっちゃったんですよめちゃめちゃ減りましたよ、しかもテクラがちょっと欠場とかしてたりするもんですからもう4人で、はい、実動してましたよね、へえ、あそうなんですね、はい、半年でだいぶ変わりましたね、だから最近でもこう夏っぽいがコズミックエンジェルに入ってしまったっていうことがものすごい衝撃のでしたね、うーん、一番のこう確かに行くわけがないという、うん、でいてあと覚えておいていただきたいのは、はい、スターダムにもともといたあの WW に行ってました、はい、あのカイリ、はい、戻ってきましたね、王女カイリというのは、まあ、カイリとして戻ってきましたし、はい、あと最初のもうスターダムの開幕戦もうマイクで挨拶をしてた、はい、今日からスターダムやりますお願いしますって言ってた高橋七重さん、はい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 、はい、この選手がもうもうベテランですよ、前場の時代の、はい、前場の最後の赤いベルトのチャンピオンらしいです、この2人帰り帰ってきて、はい、たまに出てますあの、はい、タッグマッチとか、はい、で高橋七重さんは、まあ、久々に出て、はい、なんかこの七帰りっていうグループを組んでたんですよ、はいはい、タッグで昔スターダムで、あ昔、はいはい、でしかもだから久々復活して、はい、まあ、試合をやりました、はい、っていう後にですね高橋七重さんは、はい、今のプロレスラーには今のスターダムはだからダメだと、はいはい、ないと緊張感みたいなのがないみたいなことで、うん、シュリに、まあ、そんなんか今のチャンピオンはみたいな、でシュリはシュリでマイク持って今のスターダムなめんなよなるらってなってやるということで、この外敵と、あ、はいはいはい、外敵とやるっていう今までないばっかりだったんですけど、外敵とシュリが戦ったということで、はいはい、シュリが勝ちました、はいはい、あのナネちゃんナネさん負けてしまいましたけど、はい、で帰りも、はい、今の白いベルト、はい、上田さんが持ってる白いベルトに、おいこらと、はい、あんたさと、はい、なんかさ白いベルトが泣いてるよ、そんなんでいいのチャンピオンみたいな、はいはいはい、私は今まで熱い気持ちでプロレスやってまいりましたみたいな、そんなんでいいのみたいな、もう結構鋭いこと言って、なんか前に上谷さんが何かとタイトルマッチが決まって誰かとのタイトルマッチ決まってたのに、はい、その前にカイリさんともやりたいとか言っちゃったとかいうのもあって、なんかあんなことしてさみたいな、いいのみたいな、なるほど、はい、バカじゃんみたいな、はい、本当白いベルトが泣いてんだけどみたいな、あともうこの人もちろん巻いてますから、いやそれはもちろんね、はい、白いベルト、高橋さんが赤いベルト巻いてましたから、はい、だからそんなんでいいのかって言ったら私は一生懸命やって何がいけないんですかとかなって、はい、いいから本気出してやってみろみたいな感じで組まれてたんですけど、帰りがコロナになって亡くなりました、はい、だからもうこれ前川さんと同じような感じで、いや違う違う違う全然違う全然違う
だけど、このカエリ選手と多分上田さんはその緊張感のやり取りがあるんです、はいはい、そのやり取りがあるんです、はいはい、これは多分後々ありますきっと、はいはい、ただこれ今からあるので注目していただきたいし、うん、何よりもすげえのはこのカエリさんと上田さやさん、はい、首位対高橋尚恵さんというのはこの2大タイトルマッチだったんですが、はいはい、1個がなくなっちゃってるわけじゃないですか、うん、だから急遽上手彩さんがこの姫香選手と戦ったんですよ、ほう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 、ベルトかけて指名して、はい、あ、白かけて白かけて、おーおーで正直この手の試合ってちょっとやっぱり急に何のテーマもないのにボンと入ってちゃってるから、まあまあちょっと見てる方はそこまでテンション上がらないですね、上がらないし、多分まあそんな上手が自分から指名して急になんか言われもないのに急に挑戦するみたいな感じで挑戦して、そら上手に防衛するに決まってんじゃんって言って、まあ実際やったんですよ、実際まあ防衛したんですね、だけどこの試合めっちゃくちゃ面白かったです、これはもうベストバウトじゃないかっていうぐらい、そんなですか、はい、なんかそこまでのそのドラマがなかったのに、なんか同期だからっていうだけで、同期だから挑戦しろはいみたいな、それぐらいだったんだけど弱っフック弱っだけど、まあそれも応急処置よ、まあ、これも2日前、まあ、まあそうか、前川さんと同じで2日前で急にキャンセル、かわいそうや帰りが家族旅行と一緒にされたらいや帰りなんてもう煽りに煽って上手に挑発してたから、もう無念も無念よ、いやそらそうっす、やりたいっすよ、うん、しかももう、まあ、5大タイトルマッチですけど、もうセミですから、セミファイナルですから、もうだからそれは無念だったと思うんですけど、上手やお前絶対お前雨変だお前ベルトルからな、やっぱダメだ今日家族旅行だから家族旅行じゃないですからねっていうことないでしょ、はい、だから結果姫香さん2日前ぐらいに決まってタイトルマッチ決まりましたけど、まあ見事にこの2人の名勝負、これはちょっと語り継がれるぐらいの危ない試合でしたよ、危険な、あそんなですか、はい、面白かったです、すごいですね、今やっぱそうやって聞いてると正直昔の女子プロって男子のプロレスよりちょっと格下みたいな印象があったりとかしてたんですけど、うん、今全然ちゃうんすね、いやもうだってもう本当毎いや本当大丈夫かって心配になるぐらい、はい、もうあのいわゆる新日本プロレスのゴールデンタイムの時代、はい、あれでも毎週要は地方に行って生放送やってたわけじゃないですか、はい、で必ず蔵前とか、はい、いわゆる今で言う両国とか、はい、でっかい毎回やってたんだけど、それと同じようなことを毎月やってるんですよ、毎月ビッグマッチで、しかもこれ5スターグランプリ中ですから、はー要は G1 ですよね、そうか、はいはいはい、これ、2ヶ月ぐらいまたってするんですよ、へえ、あ、そんな、シングルマッチですから全部、へえ、だからそれぐらいもう過酷な中でビッグマッチもたまにポンと入ってきて、へえ、だからもう大変の中ね、もうやったらもう体大丈夫かな、それだけです心配なのは、あ、あすごい、でまあ今これで、はい、なるほど分かりましたって言って福田が多分ね、はいはい、分かりましたって言って3ヶ月後に、はい、あれどうなりましたって言ったら多分まあこれがまたこう動いてだからそれが面白いんですよ、見逃せないんですよ、そうか、はい、ちょっと見逃したらもう状況がどう変わってるか分からへんし、そうでなんかもう落ち着いたなと思ったら急になんかドクロかぶった、はい、あ、そうか、あの人間が、はい、裏でよ、はい、あの楽屋で小川社長という小川代表をボンボンボン殴って、はい、殴るみたいな VTR が急に出てきたりとか、はい、みたいなのもあるんですよ、突如ヒールターンみたいなのもあるんですよ、ヒールターンももちろんあるし、はい、まあ、渡辺桃とかそうですよね、スターライトヒートそうだし、そうです、前もなんかジュリアがなんかマスクかぶってなんかこうなんかただ襲ってきたみたいな、あ、そう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 、ありましたもん、ね、そこで入ったのがだからテグラと未来でしたよね、だからそういうなんか新しい選手が出てくるとか、はい、あれ誰だと思うとか、今度パートナー連れてくるあれ誰だと思って、俺らが昭和のプロレスの時にワクワクしてた、謎かけもいっぱいしてくれるし、しかも何よりも試合が一生懸命ですし、なのでもう本当こう見逃せませんので、いやだからもうこれ今たまたま今のスターでも駆け足でおさらいしましたけど、それですら半年でこれだけ動きありますから、ちょっとこれからもまあ見逃さずによく見ておいてください、はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。お前、相手だろ。